一方、島根県代表の立正大湘南高校にも成人と明治から応援グッズが西口大輝キャプテンに贈られました。立正大湘南高校は2年連続20回目の選手権出場となります。応援してくれてる方への感謝をやっぱプレーで表現するのはやっぱ気持ちの部分だと思うんで、やっぱそういう人に勇気を与えるプレーだったり感動を与えるようなプレーをしていきたいと思います。立正大湘南高校は今月29日、群馬県代表の前橋育英高校と対戦します。